風が気持ちいい。それに月がとっても綺麗ね、ヒース。それだけ余裕があれば初仕事もバッチリだね。ご主人さんもう口が減らないんだから。私がこんな時間にこんなところにいるのはとても深い訳があるの。それは私の家ってちょっと変わってて、望月家に生まれた女は女怪盗となって世の中を陰から見守るべしという家訓がある。江戸時代、女ネズミ小僧として活躍したご先祖様から数えて私で8代目。お母さんは7代目女怪盗のグラムドとして活躍したんだって。お母さんはお兄ちゃんが生まれる前に引退していたし、グラムドのことは全然話してくれないの。だからお母さんがどんな仕事をしていたのかは新聞で読んだことがあるくらいで、私もよく知らないんだ。でもすっごく綺麗でかっこよかったってお父さんが言ってた。私もそんな怪盗になれるといいな。17歳の誕生日を迎えた私は、望月家の家訓通りついに女怪盗アプリコットとしてデビューすることになったの。でも怪盗を継ぐにはある試験を受けなければならなくて、時が過ぎるのは早いものね。とうとうデビューの日が来たけれど、心境は？10年間特訓してきたけど、やっぱりまだ自信ないな。アンズは結構そそっかしいところがあるから心配だよ。お兄ちゃんが代わりに行こうか。お兄ちゃん、まさかあの衣装着て私の代わりにアプリコットやる気？それは明暗だ。そうしよう。こらこら、そうそんなことしたら望月家末代までの恥よ。アンズの怪盗としての才能は7代目元女怪盗プラムドのこの私が保証するわ。筋トレ、10キロマラソン、砂浜ランニングに、メイクレを毎日やっても倒れない女子高生なんて、確かに全国探してもそういないかもしれないけど。そうだお母さん、いい加減に私の試験の内容を教えてよ。もう気になっちゃって。試験といっても、これはちゃんとした回答アプリコットへの依頼なんだから、心して聞きなさい。依頼？誰から？依頼人は私。元女回答をプラムドとして依頼するわ。河村元気、須尾敦史、屋敷渉、松原大樹、一ノ瀬智明。この5人のハートを盗むこと。これが回答アプリコットへの最初の依頼。女としての魅力も女怪盗になるには必須条件。他の部分はまあ合格点を上げられるけど、アンズはもうちょっと女として洗練されないとダメよね。ちょっと待ってよ、盗むってものじゃないの？ハートを盗めだなんてめちゃくちゃよ。あなたが何を言ってももう変更はできないわよ。もし失敗したら特訓のやり直し。そんな、元気って超人気アイドルじゃない。それに松原大輝ってまさか。アンズが大好きなあのサッカー選手、日本が誇る名フォワードの松原大輝よ。嬉しいでしょ。お母さんのバカ、そんな恥ずかしいことできるわけないじゃない。須尾敦史は青蘭高校の生徒だろう。名前を聞いたことがある。屋敷渉は公園前のたこ焼き屋、アンズ学校帰りによく買ってたでしょ。一ノ瀬智明は女怪盗を追ってる新聞記者。たこ焼き屋ってまさか涼子ちゃんのいとこの？それに女怪盗を追ってる記者に自分から近づくなんて自殺行為じゃない。なかなかバラエティー豊かで楽しそうじゃないか。お兄ちゃん、基準で選んだわけ？それを探るのも試験のうちよ。私が何の脈絡もなく彼らを選んだと思う？やっぱり何かつながりがあるんだ。全然、顔がいいのを選んだらそうなっただけよ。たく、試験とはいえこんなにいい男5人も相手にできるな。
起こさないと。ヒース、今日から仕事よ。了解、ご主人。準備できた？うん、バッチリ。とっても綺麗よ、アンズ。心配しなくても大丈夫。きっとうまくいくわ。おばあちゃんにも見せてあげたかったわね。貴重おばあちゃんか。あんなに元気だったのにね。私も見てほしかったな。アンズ、これ忘れるなよ。コウモリの翼型グライダー、ヒースと同じ色に変えておいてやったぞ。ありがとう、お兄ちゃん。やっぱり怪盗は空飛ばないとダメよね。論理的にはそれなりに飛べることになってるけど、さすがに自分で使って試すわけにいかなかったからな。あまり太るなよ。ちょっと、本当に大丈夫なんでしょうね。大丈夫よ。ヒースもそれもお父さんが作ったものなんだから。それより壊したら承知しないわよ。忘れるところだった。アンズ、これを持って行ってほしいんだ。これは交通安全のお守り？そう、夜道は暗いから気をつけるんだぞ。なんか違う気もするけど。ありがとう、お兄ちゃん。さあ、アンズ、早く行きなさい。うん、お母さん、お兄ちゃん、リョウカちゃん、行ってきます。してるのさ。ああ、ごめんごめん。それじゃあ行きましょうか。本日のターゲットは日東テレビ局。レッツゴー。
い、行ってらっしゃい。授業が終わってからにしろよ。そんじゃお前このプリント配って。僕がですか？そうだ。それで時間になったら全員分集めて科学実験室に持ってこい。頼んだぞ。あ、ちょっと先生。相変わらず適当やな佐藤先生。まあ実習ならちょうどええわ。昨日あんまり寝てないから寝とく。おやすみ。
いつの間に寝ちゃったの？おはようさん、よく寝てたな。やっぱり昨日のことでちょっと疲れてるんだちゃう？ほら、私のプリント見せなるから、あれ写しや。ありがとう、りょうこちゃん。もちぜくん、君が最後みたいだから、みんなの分と一緒にして先生のところまで持ってってくれるかな。部活、待ってろよ、怪盗アプリコット。まったく無駄に元気なやつだな。あんなヘボに捕まったりはせえへんと思うけど、一応気をつけや。うん、ありがとう。じゃあ先生のところに行ってくるね。私は放送部に行ってるから、用が終わったら顔出してな。了解。お、望月か。綾瀬はどうした？あいつに頼んだと思ったんだけど。私のプリントがなかなか終わらなかったんです。見せるのも悪いし。お前理数系苦手だもんな。ま、暑苦しい男に来られるよりは、望月みたいな美人に来てもらった方が心も和む。どうだ、ちょうど今先生が作ったゲームが完成したんだけど、遊んでいかないか？部室に赤井さん待たせてるので、でも暇な時でいいから必ず来いよ。そんなこと気にするな。前から言ってるだろ、望月は俺が昔付き合ってた恋人に似てるんだ。だから特別なんだ。もしお前に意地悪するやつがいたらすぐ言え。科学の成績やらないぞって脅してやるから。りょうこちゃん、待った？ちょっとだけな。佐藤に捕まってたよ。あの先生、妙にあんずのこと気に入ってるみたいやからな。別の意味で心配やわ。あ、後でたこ焼き屋に行きたいんだけど、付き合ってもらってもいいかな？オッケーオッケー、じゃあ校門で待ってる。ありがとう、りょうこちゃん。あ、ちょっと待った。さっきいっそお兄ちゃんがあんず探しに来よったね。どうだ調子は？え、どうって言われても。今日はもう帰った方がいいんじゃないか？顔が少し疲れてる。大丈夫だって、ちょっと寝不足なだけ。寝不足？寝不足は美容の大敵だぞ。保健室で寝かせてもらおう。いいいい、本当に大丈夫だから。任
君、2年3組の望月さんがお呼びです。至急放送部室まで来てください。スオって誰だ。お兄ちゃんに黙って彼氏を作るなんて許さないぞ。お兄ちゃんたら、もう忘れたの。ターゲットの一人じゃない。ああ、忘れてた。そういえばそうだったな。それにしても涼子ちゃんたら、ソウ君にどう説明すればいいのよ。ほら、早く行かないと待たせ、うん、じゃあまた後でね、お兄ちゃん。涼子ちゃん、もう何やって。ソウ君、お前が望月か。わざわざ呼び出して何の用だ。ごめんね、突然呼び出した。それは、そうそう、やっと夏休みに入ったし、ちょっとバイトでもしようかなと思って。噂でスオ君がいろいろなバイトやってるって聞いたの。何かいいバイト知ってたら教えてもらえないかな。たったそれだけの時にわざわざ校内放送使ったのか。手にしろ。本当ですか。ありがとうございます。よかったな、アンズ。今度アンズが作ったたこ焼き食べさせてな。うん、ほな渡る兄ちゃん、また今度な。アンズのこと頼んだね。また今度来ます。うまくいったみたいやな。ちょっと危なかったけど、会う口実ができてよかった。ありがとう、リョーコちゃん。ところで、アンズ、たこ焼きって焼いたことある？一回だけ。ひっくり返そうと思ったら、ぐちゃぐちゃになっちゃって。呼んでくれればよかったのに。そのたこ焼き、もしかして捨てたとか？うん。お兄ちゃんが、これはこれでうまいとか言いながら全部食べてたよ。あー、そう、お兄ちゃんなら食いそうやな。じゃあまた、なんかあったら連絡して。うん、またね。お帰りなさい。どう、調子は。
涼子ちゃんが協力してくれたおかげで結構順調。心配しなくて大丈夫よ。そう、持つべきものはともに、いくら仮デビューしたからって訓練はまだ残ってるんだからね。暇な時間ができたらお母さんに声かけてください。 OK？ はーい。さてと、着替えたら次は川村元気ね。昨日テレビ局で仕入れた情報によると、近くの海で1ヶ月間映画の撮影をやってるって話なのよね。着替え完了。じゃ、行きますか。わー、本当に映画の撮影してる。さてと、テレビ局でスタッフの人間関係もバッチリ押さえたし、なんとか潜り込めるかな。あ、すまん。大丈夫だったか？はい、大丈夫です。あれ？この人ってもしかして、君は AD さんか何かなのかな？はい、制作プロダクションから派遣されてきたバイトです。ちょうどよかった。少し話を聞かせてくれないかな。川村元気と水島未来についてなんだけど。もしかして新聞か雑誌の記者さんですか？当たり。やっぱり俺って記者っぽい面してる。名刺はどこにしまったか。あった。俺、カンスポの一ノ瀬智明。よろしくな。私は望月杏です。あ、でも私今日入ったばかりだったら予約で立てないかも。杏ちゃんか。君、スタッフにしとくのもったいないくらい可愛いね。やだ一ノ瀬さん、何言ってるんですか。見たまんまを言っただけだよ。そうだ、君を見込んで頼みがあるんだけど。会って数分しか経ってない相手に頼み事ですか？ああ、いや、ずうずうしいのは承知。それとね、俺の勘なんだけど、君は信用できそうだし、人を見る目には自信あるんだ。一ノ瀬さんって面白いですね。頼みってどんなことなんですか？頼まれてくれる？大したことじゃないんだけどさ、川村元気と水島ミラをそれとなく見張ってくれないかな。それで何か変わったことがあったら教えてほしいんだ。水島ミラって今すごく人気の美少女アイドルですよね。その彼女と川村元気くんが何か。まだはっきりとしたことはわからないんだが、これも俺の勘ってやつかな。わかりました、引き受けます。私のお願いも一個だけ聞いてくれませんか？交換条件か。なかなか抜け目ないね。いいよ、俺にできることだったら何でもするぜ。本当ですか？あの、私サッカー選手の松原大輝さんのファンなんです。一ノ瀬さんのコネで合わせてほしいな。松原ね、今時の女子高生にしてはな趣味だ。そんなのお安い御用だよ。ちょうど今日の夕方から会うことになってるんだ。確か撮影は日が暮れるまでだったよな。6時に練習場の前で待ち合わせで、いいか。ありがとうございます。わーい、助かっちゃった。助かった？あ、なんでもないですじゃ、また後でな。ああ、二人のことで何か掴んだら編集部の方に来てくれ。君みたいに可愛い子だったら用がなくても大歓迎。いつでも来いよ。はーい、じゃあお言葉に甘えてお邪魔します。はあ、びっくりした。でも一ノ瀬さんと面識作れてラッキーだったかも。そこの君、何やってるんだ。悪いんだけど見学はダメだよ。あ、私大森製作プロダクションからお手伝いするように言われてきて。ああ、そういえば夏バテでスタッフが休みがちだから応援を頼んだって監督が言ってたっけ。よろしくお願いします。雑用は腐るほどあるから頼んだよ。今日も暑いね。君は初めて見る顔だけど新人さん？あ、はい、今日入ったばっかりです。でもス
タッフの顔も覚えているなんてすごいですね。そりゃね、仕事なんだから覚えて当然だよ。君の名望月杏子です。よろしくお願いします。1ヶ月間暑くて大変だけど、お互い頑張ろうね。川村さんの演技が間近で見られるなんてすっごく楽しみです。元気くん、お友達。友達？まあそれも悪くないかもね。ミナちゃん、彼女はスタッフだよ。1ヶ月間お世話になるんだから、ちゃんとご挨拶しないと。はじめまして、水島ミラです。年がこちらこそよろしくお願いします。スタンバイお願いします。あ、始まっちゃう。さあミラちゃん行こう。はい、それじゃあまた。なんか芸能人って思っていたのと全然違うんだけど、それにミラちゃんってなんだかふわふわしてて天使みたい。さて、じゃあ適当に雑用でもやりますか。時間は6時ちょうど。千代さんまだかな。悪い、待たせたか。大丈夫です、今来たばっかりですから。そっか、ならよかった。今日の撮影どうだった？最近共演が多いからな。年も近いし気が合うんじゃないのか。やっぱりあの噂は本当か。うわっ、びっくりした。突然現れるなよ一ノ瀬さん。やっぱりミラちゃんは川村元気と付き合ってるんですか？仲がいいって話をしていただけだ。お前な、この件が原因とか言いやがったら、はっ倒す。はっ倒されて治るんなら、こっちからお願いしたいくらいですよ。しまった。松原、せっかくお前のファンを連れてきてやったんだ。いい加減シャキッとしろ。ファンを減らすようなこと平気で言ってるんだ。そんなこと言ったって好きなんだからどうしようもないでしょ。ミラちゃんのそばにいられるなんて。いい加減にしろ。いって、何も殴らなくてもいいでしょ一ノ。あ、ごめんごめん。そうか、スタッフならいろいろと内情がわかるかもしれないな。二人の中について何かわかったら教えてほしいんだけど、無理かな。俺は松原大輝、よろしくな。ほら、今日は一緒に飯食いに行く約束だったろ。準備しとこい。ああ、そうだった。じゃあちょっと待っててくださいね。ああ、すまん。ちょっとタイミングが悪かったというか。松原さんもミラちゃんも好きな。前にサッカー関係の番組で一緒になった時に一目惚れしたらしい。他の一ノ瀬さんその件でいろいろと相談に乗ってたら、なんか頼られちゃった。あいつ今一番人気のプロサッカー選手だって自覚全然ねえよな。まあいくら人気と実力があってもプロになってまだ1年か、しょうがないか。一ノ瀬さんが調べてる元気くんとミラちゃんの件付き合ってるかどうかってことだ。ああ、まあそんなとこ。そうなんですか。あ、私そろそろ帰ります。
家まで送ってやりたいんだけど、あいつとの約束があるからな。一人で大丈夫です。それに、千笠さん、仕事もまだあるかもしれない。まあな。君も知ってるだろ？怪盗アプリコット、ついに現れた。実は昨日から興奮しちゃって、一睡もしてねえんだ。気をつけて帰るよ。はい、じゃあ失礼し、ただいま。お帰りなさい。あら、なんだか疲れてるみたいね。ちょっとね。あ、でもターゲットの5人と面識作っちゃった。先行き不安だけど、第一歩としてはまあまあかな。そう、順調ならよかった。あ、上で涼子ちゃんが待ってるわよ。え、涼子ちゃんが？もうそれを早く言ってよ。ボードに移しておいたぞ。もしかしてこれからアプリコットでターゲットの家に行くつもりなのか。うん、今日は予告状を届けるだけだけど。あ、そうか。アンズ、お前男の急所を知ってる。何かあったらとりあえずそれで時間を稼げ。お兄ちゃんが自転車で駆けつけるから。なるべく早く帰ってこいよ。風呂沸かして待っててやるから。さて、準備完了。行こうよ、ピース。了解、ご主人。